ホリエモンチャンネル。ホリエさん、今回もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今回も BOB の PR ということで、はい、やってきたのはこちらのひょうたん温泉です。いつものひょうたん温泉ですね。はい、ひょうたん温泉はよく来られますか？何回も行ってるわ。本当？あ、本当ですか？はい、まあ、家族風呂も充実してますし、その他も大浴場に、まあ、滝湯とか蒸し湯とか、うん、ありますね。ゆっくりできます。大分県内外の、ね、はい、お客さんもたくさん来られるんですが、今回こちらの中で、はい、あの対談スペシャルなんですが、そのゲストの方はどなただと思いますか？いや、わかんない。あ、本当ですか？わかんない。あ、じゃあ早速ですが中に行ってみましょう。ということで、すでに待ってもらっているスペシャルゲストとは、待ってくださっていました。お待ちしておりました。お久しぶりです。お帰りなさい。あ、お帰りなさい。ありがとうございます。はい、もう別府になくてはならないから、はい、お待ちしておりました。ありがとうございます。お帰りなさい、お帰りなさい。ということで、スペシャルゲストは別府市長の長野康弘さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。何ヶ月ぶりです。あ、本当ですか？まあ、なんか LINE とかやってるんで、はい、あ、そうですね、あんまりそんな感じもしないですけど。確かにしょっちゅう LINE で、はい、そうそうそう、やり取りしてるんで、はい。対談場所はひょうたん温泉のお食事処、温泉飯ゆらり。とりあえずなんか飲み物が用意されてるんで、ちょっと乾杯しましょう。フォローしましょう。じゃあ乾杯。乾杯。ありがとうございます。目の前にはここでいただける美味しいお食事も準備しておりますので、これも一緒に食べていただきたいなと思います。素晴らしい。これはじゃじゃーん。わあ、すごい。地獄蒸しです。もう、これは温泉でこれ写真撮って。そうなんですよ。長野市長、やっぱりこの地獄蒸しは外せないですよね。そうですね。うちにもね、実家に地獄釜があるんですよ。何ですか、地獄釜？地獄釜って、その、そもそもそのスチームのブワーっとこう、で、これをその、そのままキュッとこの釜にかけるんですよ。うん、そしたらこれ自動的にこう蒸せるっていう。へー。だから芋とか魚介とか肉もね、うん、全部うちは地獄釜で。あれなんすか、別府の人って家に温泉来てるんですか？うちもそうですよ。え、そうなの？はい、そうそうそう。でもなんかどれ普通に言ってるけど、普通じゃないよね。いや、だから普通じゃないけど、結構ですね、別府ならでは。あの、愛媛から、はい、愛媛の人がこうなんか蛇口ねってみかんジュース出るとか言うじゃないですか。そのレベルと同じぐらいに捉えられるんですよ。ちょっと待ってください。嘘っぽいと。そうそう、嘘っぽいと。うん、蛇口ねったらうち温泉ですよとか言うと、いや、またまたとか言われるわけですよ。で、結構多いと思いますよ。全体のどうでしょう、2割とか3割ぐらいは。それの温泉の恵みもそうやって浸かるだけではなくて、こういった地獄蒸しとかお料理になって楽しめるっていうのもやっぱ醍醐味ですね。調理法ですからね、立派なね。堀江さん、好きなものをもうそのまま。じゃあいただきます。ください。どうもそうですよね。いや、俺なんかちゃんと地獄蒸しこうやっていただくの初めてかもしれない。そうですか。そのままいただいてます。ちょっと塩分あると思います。あ、本当だ。でしょ、うんうん、疲れた体に栄養をつけてもらう。これ何、これつけるんですかね。これポン酢ですよね。うん、うまいですね。やっぱヘルシーですよね、これね、間違いなく。しかも熱源がいらないですよね。だから、うん、いや、俺鶏天好きなんだよ、うん、結構。関東とか関西で見てみますよね。東京でも食べることありますか？ないです。あんまり大分に来て食うのが美味しいですよね。確かに。そして別府市政100周年を迎えられたということ で、 そこでこのイベントが行われるのは長野市長にとってはどんなお気持ちですか？いや、まあ、そもそもだってね、堀江さんとの話から始まったこの物価競争ですから。とある人の仲介で、うん、紹介でね、はい、初めてお会いした時に意気投合意気投合も何も、最初とにかく初対面でしょうね、まあ、もう完全に初対面で、市長に2期チャレンジして2回落選して3回目頑張りますみたいな。あの時そういう状況でしたもんね。すげえ気合いだなと思って、逆に。いや、だからもう3回目はダメだったらもうこれが最後だと思って、うん、で、まあ、それ堀江さんと初めてお会いして取ったわけですよ。いや、だから、ね、俺だから、そう、でもその気合いは感じて、で、その時に、まあ、地方創生っていうか、はい、僕が当選したらなんかいろんなことやりたいんで、なんかアイデアくださいぐらいな感じだったんですけど、じゃあなんかタイのタイにソンクランってお祭りがあって、あ、それはね、
とにかくもう街中中で水をぶっかけまくるってい そうお祭りがあるんですよ、うん、でそれみたいな温泉祭りやりゃいいじゃないですかみたいな話をしてたんですよ、うん、そしたら、まあ、実際に温泉その祭り別府温泉祭りでお湯をぶっかけるっていうのその時まず、ね、あの勢いもすごいですよね。そうでまず祭りでやりますと、うん、で祭りでまずダーンとやってで堀江さんとの約束はこれフェスだから、うん、フェス、うん、でフェスでやりたいよねという話で結構タイトな日程で結構前回はね。でもすごかったインパクトは。でも別府 そのお祭りでも温泉をそのぶっかけてるっていうのはすごく、なんだか私たちからしたら浸透しちゃってるんですけど、 あれをスタートさせたのも長野市長。あれ7年前ですからね。なんかもっと歴史が長く感じちゃってるっていう。だからあれはそもそもだから堀江さんと、はい、チャプチャプやってるお祭りをもうぶっかけようと、うん、でそこで堀江さんにまず、はい、このいわゆる別府でやってる祭りのねぶっかけ祭りの方を体験していただいて、僕はそのお客さんをもっとたくさん呼んで、音楽のステージもちゃんと作り込ん で体験型のみんなで踊るとかそういう仕組みも入れて、で VIP も呼んで、で VIP を呼ぶってのも実はすごい大事で、なんでかっていうと彼らが広めてくれるんですよね。確かにね、拡散力ありますね、うん、だから関東の人は特にそうですけど知らないんですよ別府のこと。なんかただ贅沢をさせるための場所ではなく、そういう人たちを呼ぶための装置なんですよね。だからいきなりその人たちがその平場の席で来てくださいって言っても来ないんで、だからなんかそういう席があったらいいよねっていうのがなんかだんだんみんな分かり始めてきたんですよね。まさに、すいません、ありがとうございます。堀江さん用にちょっとね、あ、いただきます。これ別府市長としてこれをお継ぎしないといけない。これ別府冷麺っていうのはどういうあれでできたんですか。これ焼肉屋さんが多いんですよ、うん、ああそうですね。で焼肉屋が多いん でそれぞれの結構お店に冷麺ってやっぱりあるんですよね、うん、なるほど。独特なね、うん、すごい。普通の冷麺ってもうちょっとなんか歯応えがあるもちっとしてるでしょ、うん、ついねこの夏の季節にはぴったりですもんね。ぴったりですね。実際にその去年最初のしたじゃないですか。その時っていうのはこう長野市長も何か感じたものっていうのはどうでしたか、うん、まあ、いかにこうこの別府の素晴らしいところがいかにこう拡散され発信されっていうで別府市民だけじゃなくていろんな人たちが来てそこでワイワイとこう楽しくね、で結構やっぱりこう刺激的だからなんか別府大丈夫かこんなことしてとか言われるんですけど余裕ですから余裕ですよ。だって別府ですよ。温泉地って、うん、その非日常なんですよ。都市部に住む人間からしてみると訳ありの人たちが結構いるとか、大人の世界だ。もともとだって傷を負った人たちが同時に来る場所だったし、うんうん、でやっぱりこういろいろなこう人たちが言い方で流れ着いてこう来るっていうところもやっぱりあって、うん、温泉地っていうのはそういうものだから、はい、多少はっちゃけた方がいいってことですよ。この別府市政100周年と今回の BOB にかける思いっていうのは、はい、やっぱ100って特別な数字ですよね。で100年っていうのはやっぱりその時に立ってる僕は市長なんで、やっぱ何か次にこう100年次の100年につながるものをやらなきゃいけないっていうのを自然に多分流れそうなってるんですよね。だから偶然じゃないんですよ。ここで BOB をやるっていうことと、なるほど、僕らがここで立ってるっていうのは絶対普通のことじゃないんで。100周年って何かやってるんですか他に。めちゃくちゃやってるんですよ、はい、いろいろやってるんですよ、はい、行事を、はい、まあ、市民公募事業をいっぱい市民の皆さん方に提案してもらって、うん、はいはいはい、いろんな劇をやってもらったりとか、いやだからもう市民が主役の、まあ、100周年ということなんですけど、まあ、当然これここも BOB もね100周年記念ということでもあります、うん、いやいや本当に100周年でね、はい、これだけ盛大な規模でできるのはいいですね、楽しみですよね。まだ次のお店にも行きたいなという。次のお店があるんですか。なんか長野市長のおすすめのお店があるそうなんですが、うん、めっちゃ僕ガッツリ食っちゃってましたけど大丈夫ですか。別腹です。あ、別腹で美味しいものはさらに別腹。そうなんですね、はい、別腹です。じゃあここは
堀江さん、お会計をお願いしてもよろしいですか？はい、わかりました。というのも、こちらのお食事処も BOB でサポートをしてもらってるキャッシュレス決済スマレジを導入していますので、はいはいはい、それをね、スマレジで、はい、スマレジは低価格かつ高機能な iPad レジとキャッシュレス決済端末を提供しています。いやでもさ、キャッシュレス便利っすよね、うん、めちゃくちゃ便利です。去年すごかったですよね、全部。いやそうなんですよ、お札とかびちょびちょ濡れちゃうから。そうなんですよ、本当にいろんなものを持ち歩かないといけないと思うと大変で、ね、さあそれでは2軒目のお店に移動してきましたが、長野市長、こちらはどんなお店ですか？ようこそいらっしゃいました。はい、別府の名店春うらら。春うらら、一番の名物はですね、マスターです。マスターです。いただきます。お疲れ様です。 BOE 2024でもね、協賛いただいてると、ね、出てきますから。これあとハッピー、はい、特別に作りました。今回なんと普通に皆さん買えるようになりました。あ、じゃあ一般の方も着れるんですか？これが一般販売バージョンです。へー、僕のやつ、こういうのね。あ、すごい。で、市長着てるのは VIP バージョンです。あ、これ VIP バージョン、色ちょっと変えてます。色がちょっと違う感じで、デザインも違いますよね。盛り上がりますね。今回実はオリジナルのゴーグルも作ったんですよ。え、こちらすごい、2024。すげーなこれ。そう、あのね、女性の方はメイクをしてるから。そうか。そうなんですよ。すごい、そうですね、かわいい。あとね、これ以外にもサングラスとか、はい、いろいろ用意してますから。そして今ここにまた新たなお料理が出されましたか？あ、別府名物、別府名物、別府名物の大将ね。周りを見てもメニューとかも書いてない。メニューない。だから市長、メニューがないんですか？メニューない。だけど逆に何でも作ってくれます。そう、お任せない。すっごい、何でもうまいですから。わー、鶏もうまいよね、大将。わーよ、一応何でも入れてくれ。まだまだ、これさ、知らない店が別府にたくさんあるでしょ。なんかみんな教えてくれないでしょ、ね、ありすぎてまだ行き届いてないんでしょうね。名物のマスターが作る名物は、常連客が締めに必ず食べたくなるという絶品のハンバーグ。確かに。あー、来たよ、めちゃめちゃ何か美味しそうなものが。これはハンバーグ。もう、ま、めちゃめちゃびっくりした。でも確かなんかハンバーグ師匠が好きだって言ってましたよね。本当にうまいから。わー、うん、これはうまい。美味しいですね。だから僕も食べるのいつも最後ね、大将。美味しい。ハンバーグ食べて帰る。まあ 肉好きな堀江さんをうならせるハンバーグ。いや、うまい。全然しないですよ、大丈夫です。美味しい。美味しいですよね。こうやって堀江さんと2日間の時間をかけた BOB が今度はできる。200年に向けてのこう。ね、第一歩というそういう感じでしょうね。はい、はい、ありがとうございます。頑張りましょう。ありがとうございます。頑張りましょう。僕もやりますんで。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。固い結束。いやー、今日もとっても暑い一日だけど、ね、暑いっすね、めっちゃ暑い。朝なのにこの気温がすごい、すごいです ね。ここは BOB2024 の会場の前にある。そうなのよ、ここ公園だもんね。そうなんですよ、ビーチだよね、はい、すごいよね。こんな会場の目の前にドンキあるってすごくない？何かあればすぐここで。六本木じゃないんだよ、これ。できますし、本当にここで購入していただいて。去年も割とその水着買ったりとかしてる人いたみたいなんで、ね、そっか。挨拶がてら早速中に行ってみませんか？はい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 。お、すごい。もうすぐ目につく。めっちゃドンキっぽい。BOB のポスターもたくさんあって。
本当だ本当だ本当だ、お祭り状態になってる。そうなんです。この時はやっぱり別府なので、はい、別府のお土産コーナーもあるんですよ。おおすごいね。別府地獄洗い。別府のね、ドンキだからこそですよね。観光客も多いですし、インバウンドの方も、ね、確かに、たくさん来られて、だからそういう風な取り扱いをしてるわけだ。そしてドン・キホーテ別府店店長の大峰店長です。店長よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。別府店でもチケットの取り扱いをしてくださってるんですよね。そうですね、あの昨年は残念ながら参加できずで、今年は第2回開催されるということを早めにお聞きしまして、ぜひあのご協力できればと思いまして、はい、フェスに活用していただけそうな商品というのを選定しまして、はい、あのコーナーをご用意させていただきました。コーナーがある、はい、あるじゃん。わー、すごい。本当だ、めっちゃいいじゃん。あ、まず防水ケース、うん、はい、スマホ防水ケースね、いりますね。去年は売り切れという状況になりましたので、今年は大量に準備させていただいております。オフィシャルでも売ってますからこちらは、はい、で、あの日焼け止めね、これはもう必須です、ね、特にあの女性はね、そうです、本当に肌。こちらはですね、あの過去最高クラスの UV カット性能となっておりまして、でフェスも長い期間、長い時間開催されますので、ぜひですね、紫外線対策だとか、そういうのにご活用いただければと思います。2日間ですから ね、 ね、いや僕も昔全然日焼け止め塗ってなかったら、やっぱちょっと染み出てきたもんね。これはもう絶対必要です。1日ね、フェスも長いですからね。その下がですね、モバイルバッテリーを用意させていただきました、はい、まあ、先ほども申し上げたんですけれども、フェスも長時間ですので、うん、まあ、スマートフォンなどで撮影される方もいらっしゃるとは思います。こちらですね、選定させていただいたのが、薄型軽量というモデルになりまして、はい、従来モデルの 17.2% のサイズダウンをしていると。実際持っていただけるのが分かるんですけど、めっちゃちっちゃくないですか。そうなんですよ、これで5000ミリアンペアもある、うん、アンペアはポケットに入れられる、はい、なんと1480円。え、本当だ、 BOB 記念価格になってる。素晴らしい。ということで、ドン・キホーテが開発しているアプリのご紹介をさせていただきたいんですけれども、はい、マジカアプリというものがございます、はいはいはい、こちらですね、レジで通していただきますと、さまざまな特典がお客様に受けられるというアプリになっておりまして、例えば日焼け止め、これが当店の通常価格が2000円の商品なんですけれども、うん、アプリを通していただくと500円引きの1500円で、そんなに安くなっていいんですか。すげえ、はい、ご購入していただけるという機能もございます、はい、もう1点だけですね、ご紹介させていただきたい機能というのもございまして、うん、マジボイスという機能になります。マジボイス、はい、購入いただいた商品ですとか、ドン・キホーテのサービス、もしくは施設、何でも結構です。お客様のご意見をですね、何でも書き込めるアプリの機能というのがございまして、はいはいはい、でポジティブな意見ですとか、ネガティブな意見、何でもですね、もう編集せずにそのままお客様の声を載せるっていうのが特徴になってまして、すごいですね、はい、大丈夫ですか。あ、大丈夫あの自信があると、あの集約してですね、今後のドン・キホーテとして改善に努めさせていただければという思いで開発させていただきました。わかりました。だいたいね、駆け込むやついるよね。なんか私もあのその何も用意してきてねえじゃねえかお前って言っただろ、水着着てこいっつって。まあその時はですね、目の前に当店ございますので、うん、ぜひ駆け込んでいただいて。これね、何が困らない。困らない、本当困らない、本当困らない、なんて便利なんだ、ね、本当に。他にもたくさんの暑さ対策グッズもあるので、皆さんいろんなものを使ってこのフェスを楽しんでください。素晴らしいんです。ありがとうございます。素晴らしい立地でございます、うん。